こんにちは。有機元素化学研究室、武田信弘です。我々の研究室では、空気から有用な有機化合物を作ることを目指して、新規金属錯体触媒の合成を行っています。私たちは、様々な有機化合物を利用して生活しています。有機化合物は、炭素と炭素を含む化合物であり、脂肪、糖、タンパク質などの生物を構成する物質や、プラスチック、色素や化粧品、医薬品、農薬、繊維など、我々の身の回りの非常に多くのものが有機化合物です。有機化合物は、通常、炭素、水素、酸素、窒素などの原子が結合してできています。有機化合物の合成においては、多くの場合、石油を原料にして様々な反応を順々に行い、結合を一つずつ作っていくことによって合成が行われています。しかしながら、石油は限りある資源ですので、永続的に有機化合物を利用するためには、石油ではなく、我々の周りに多く存在している二酸化炭素や酸素、水、窒素などを原料として、有機化合物を合成することが望まれます。そこで我々の研究室では反応性が低い二酸化炭素や酸素、窒素などを有用な物質に変換する反応において触媒として働くことができる新規金属錯体の開発を目的として新規金属錯体の合成とその構造、二酸化炭素、窒素、酸素などとの反応性の解明について研究を行っています。また、合成した新規金属錯体は、種々の有機合成反応の触媒にもなることが期待されますので、その触媒活性についても研究を行っています。実際の研究は、このような反応容器を用いて行っています。風船には、不活性なアルゴンガスが入っており、アルゴン不塩基化で反応を行っています。また、これはグローブボックスという装置で、箱の中はアルゴンガスで満たされており、空気や水のない環境で作業を行うことができます。我々の研究室では、空気から有用な物質を作ることを目指して、日々研究を行っています。皆さんと一緒に研究ができることを楽しみに待っています。ご視聴ありがとうございました。